もう楽しみです。あーマジかよこれいったちょっと待ってなんか持ってるでしょ。ドラゴンに買ってもらえる。ほんとだ。花屋ちゃんありがとうおじい。あー朝の館の花屋さんです。今日はですね北海道からドラゴン先生がやってきた。やってきました。ありがとうございます。今日はですね、なんと足つぼを。もうね、ドラゴンがね、受けたい受けたいってうるさいんですよ。もうそうなんですか。はい、もう楽しみです。ひろみ先生だけ受けて、僕も受けてないなんて嫌だみたいな。それはそれは。でも実際ね、むくみがひどいですね。どうですか。おお。靴下の跡とか、ウィンレスハムみたいな。ひどいよね。なるんですか、この足つき。行きましょう。行きましょう。はい、お願いします。足つぼは実際どうなんですか。普段僕やったことないですよ。初めてではない。人生初ですよ。マジか。でも最近ドラゴンも健康に気を使われてる。仕事柄健康ですよ僕は。ゴリゴリですね。チェックからします。柔らかい。あ、いやめちゃくちゃ柔らかいです。ほら僕なり僕のママやなんかね種類が違います。なんかねふわふわしてます。ふわふわドラゴン。ふわふわドラゴン。この動画面白くないかも、ね、やばい、ぼつるぼつる。じゃあ、行きますよ。やばいやばい、これ痛くないやつだ。うん、大丈夫です。すごいねえここはドラゴン、健康じゃないか。腰痛い。あ、ちょい痛い、ちょい痛い。痛たた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 た。演技がお上手、演技がお上手。演技がお上手。演技だね。演技じゃない。演技か。あいさん、演技だから。これ演技だ。あー、マジかよ、これ痛っ。演技だよ。側頭部です。ちょっと待って。演技がお上手でしたね。演技がお上手。演技がお上手だもん。ちょっとこうね、最初痛くないよっていう前振りを作ってからのこの演技。うまいですね。あ、いたたたた、嘘。これ目です。ちょっと待って、なんか持ってるでしょ。何持ってないです。ドラゴンアクターですか。目です。うわーマジか、痛い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 。目ですね、目です。足、はいはい。次、あ、そこ大丈夫。あ、そこ大丈夫。不思議ですね、耳痛い。痛い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 。リンパです、リンパ。違うって、はい、汗すごいよこれ。はい、に行きます。で、結構痛がってます。演技だからね。あ、そっか。そうっす、演技っす、全然。ドラゴンアクター。ドラゴンアクター、素晴らしいっすね。呼吸法で痛みを流す。感動ですね。感動です。全然やっぱり痛くないですけどね。ちょっとあれじゃないですかね、合谷とか押してみようかな。上皇決定。なんか八番神とか多いじゃない。報告に上皇決定ですね。上皇決定じゃないって。それもなんか持ってるよこの人。少々です。運動した後、運動なんかした後、あの精神性発汗というものです、ね、確かに脇と手の汗がすごいいいですね。ああ、ま、わー全然色が違う、ね、真っ赤か、うん、ドラゴンに勝っておられる。本当だ。触った感じもパンパンですね。確かに。おお、うんうん、違う。すっきりしましたよね。だいぶ変わりましたね、うん、はい、ありがとうございました。いや、まだあるんですよね。ドラゴン足って4本あるんですよ。前足、後ろ足ってあるんですよ。そうか。お願いします。素直ですね、でもドラゴン先生。僕絶対もう触らせないもん。でも本当触らせてください。ベッドから落ちそうになりますもん。一般的に左が痛いって言われますからね。まあドラゴンだから全然痛くないです。大丈夫。チェックから。あ、こっち痛いな、なんかこれはゴリゴリしてますね。じゃあ頭頂部から。
まあまだまだだいぶ逃げようと鼻です。鼻です。結構鼻大丈夫だね僕。側頭やめよやめよやめよ、触っちゃいけないよ。どうやら側頭部があれみたいですね。騙されちゃいけない、これ演技。あ、演技なんだ。じゃあ大丈夫。もっと強くて OK。 いい、無理無理無理、刺さってる刺さってる刺さってるって、無理だって。これ下垂体ですね。あ、脳が疲れてます。痛くない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 よ、全然痛くない全然痛くない。すごい指を指前腕の筋肉がもう盛り上がりまくっとる全然痛くない。おいしいおいしい。目いきますね。目出た。かなり優しくて。あ、一回ちょっと強くやってみます。一回一回一回言ってないです。あー、ちょ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 、いやいやいや、ちょ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 、いやいや、王国なくなるんじゃない。耳は大丈夫。あれ耳大丈夫。いや大丈夫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 全然大丈夫全然大丈夫。もうちょっとあるんですよ。大丈夫ですね。ああ、やめようって、それは。リンパです、リンパ。左重心なんでしょう、ね。左ですね、完璧ね。まあ、いろんな説があるんですけど、まあ、左に体重かけることが多いから、左がまあよどんでしまっている。動かしたら血流が良くなるので、まあ、重心かけるってことはあまり動かさない。ここはね、だから、僧帽筋から下の肺に。すごいね、まんべんなく悪いね。そろそろ火吐かれそうです。左、ほんと痛いな、全部。ここのお席からといいですね。腰は実際悪いしね。そうですね、おおこ便秘ってわけじゃないんですよね。ちょっとまともにできない。全然便秘じゃないでしょ。あれ横アーチ、縦アーチが悪いせいで単純に痛みありますので、まあ、みんながみんな内臓のせいじゃないですね。なんでこんな痛いの。不摂生です、不摂生。へこっちもあるんですよ、ごめんなさい。全然ありがとうございます、むしろすいません。こんなでかい足をやっていただいて、いや、めっちゃ気持ちいいっすね。ありがとうございます。指キュッてしたくない。ちょっとめっちゃなっちゃう。全然痛いとかじゃないって大丈夫ですよ。めっちゃ気持ちいい。超気持ちいい。気持ちいいな。結構あれなんですよね。溜まってるから、これわかりますか。三位楽がすごい、ね。すごいんですよね。ここ。ね。鱗っぽいね。ああ、やっぱりそうなんですね。鱗。鱗取っちゃう。鱗は大事だよ。鱗。痛いな、全然。嬉しい涙です。嬉しい涙。おかわりタイムですね。側頭部は痛がってましたね。あ、側頭部いきますか。じゃあ左の側頭部いきますか。左の。あ、やっぱあれですね、おかわりタイムは一回流していただいて。ごめんなさい、間違えました。ちびは鼻やっちゃひどいよね、さっきからなんか前振りというか。これはね、演技じゃないです。ここでした。毎日こんなんです。ちょっとめ刺さってるって、刺さってるって。せっかくね、僕もちょっとしようかな。お、法事がやるの。そうです、そういうことです。こっちですね。こんなにやっぱ詰まる。あれあれあれ詰まったんですよ、僕。全然めっちゃ全然詰まってない感じするけどね。そこで見てこれ、そうなんですよ、これ気になりますよね。女の子の鱗を剥がす。実際ね、こういうのはね、一回流さないと。そうですよね、そうですよね。
もうあれでしょ、そこ見たら気になっちゃったんですよね。わざわざ札幌からですね。そうですよね。質問だけ受けに来てるんですよ。またおかんですよね。しっかり流してあげないとですね。流してあげる。めぐりの森の先生たちにも申し訳ない。申し訳ない。どうです？見ちゃう見ちゃう。あー本当、まだね、まだ、まあ、あるあるけどスッキリ感は長さ言うと全然違う、ね、全然違いますね。足2本ある。そうなんですよ、足2本なんですよ。こっちもあるんですよね。むしろ左の方ですよね。そっちの方がねすごかったんですよやっぱり。今ねもう、あーやばいやばい、それはちょっとおかしいよ。もういたた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 やっぱりそこの辺悪いですよね、だいぶね。班長は気になるとですね、ほっとけないんですよね。あ、真面目なんです、ね、そう、真面目なんで。ありがとうございます。うわ、班長本気で治療しております。うわぁ、おじ、はい、ありがとう、ありがとう、おじ。うわ、声も聞こえないぐらい真剣に。ありがとう。ドラゴン吹けた。あれちょっともしかするとだいぶ引けたかもしれない。気持ちいい。おー、立ってる。ドラゴンが立った。おー、めっちゃ立ってる。人間がね、動かしやすく。え、なんで、まあ、単純に中足骨とかやっぱり足の関節硬くなるともう動かせなくなる。お、めっちゃ、あ、いいですね、アーチが。すげー、アーチが。いや、僕こんな人生で見たことないよ、ここまでアーチ出るの。うわ、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、この後ドラゴンは札幌に帰ります。すぐ帰ります。バサバサバサ。これからもですね、こういった施術動画、健康情報を配信していきますので、チャンネル登録と評価ボタンよろしくお願いします。みのりの森さんの情報もですね、説明欄ありますんで行ってみてください。ありがとうございます。またでは次回の動画でーす。本当にでも痛くないんじゃないですか。痩せる？やった。あの動画を超えて会話しないでもらって、ちょっと編集が大変になるんで、やめてもらっていいですか。